皆さんお疲れ、サントリーハイボーズです。今回はこちらですね、読めますでしょうか。じゃじゃん、ブラックベルベットでございます。なんとですね、なんと私自身、ハイボーズの H 自身ですね、カナディアンウイスキーはね初めてなんです。はい、カナディアンクラブとか飲んだことなくて、カナディアンウイスキーってなんだろうって思いながら、そうですね、青みたいな5大ウイスキーをブレンドしましたみたいな商品は飲んだことあるんですけれど、カナディアンウイスキー単体を飲むというのは今回が初めてになります。しかも初めてがなんと特急ボトルになります。じゃーん、こちら見ていただくとですね、特急という表記がございます。内容量ももちろん 750ml で、中身に特急時代のいい原酒が入っており、さらに750ということで少し多いんですよね。特急ボトルを見つけちゃうと買っちゃう私なんです。今回はカナディアンウイスキーの特急ボトル、ブラックベルベットをストレート、ロック、ハイボールで飲んでいきたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価も待ってます。それではレッツブラックベルベットカナディアンウイスキー。はい、こちらの商品なんですが、カナディアンウイスキーのブラックベルベットになります。1951年に製造が開始されたカナディアンウイスキーで、世界ではかなり大人気の銘柄なんですね。日本でも発売されていますので、飲まれた方多いんではないでしょうか。私のような新参者にはかなり珍しいものになります。もともとはですね、ベルベットっていう名前がついてなかったんですけど、ベルベットって生地の名前なんですね。はい、ビロードって聞いたことあるかもしれませんが、美しいツヤのある生地で高級感を演出してくれるということで、飲んだ方が柔らかい肌触りのようだということで、ブラックベルベットと命名されたという歴史があります。口当たりが滑らかであることを意味しているため、飲む前から私としては楽しみになります。さあ、それではまずはストレートから飲んでいきましょうか。今回も未開栓になりますので開栓していきましょう。でもよく見るとなんかラベルのようなものはないですね。キャップを回すだけなんでしょうか。さあ、開けていきます。お、あ、あ、いいですね。ペットボトルのような容量ですね。はい、このリングが残っています。はい、カナディアンウイスキーはスパイシーさや甘い香りはあるものの、ライトで口当たりが滑らかなので、カクテルの材料としてよく使われることが多いそうなんですよ。他のカナディアンウイスキーと同様に、こちらもライ麦とかトウモロコシを使っているので、あ、香りはすごくアルコール臭が強いな。甘さとか何かこう複雑な匂いはしてきません。モルトのなんか個性的な匂いっていうのはしてこないですね。さあ、早速ストレートでいただいていこうと思います。色は黄金色ですね。さあ、それでは乾杯です。お、甘くてなんか苦い、おー、砂糖入ってるみたいな甘さがします。ゴクッと飲んだ時にものすごく甘い、僕が今まで飲んだウイスキーの中で一番甘いと思う。ちょっと不自然な甘さですよね。あー、かなり甘いです。はい、で苦味もなんかあるんですが、まあ、今はだいぶスッと流れて口の中はスッキリしていますが、飲んだ後の余韻も結構強いですね。ちょっとストレートで飲む気にはなりません。はい、ごめんなさい。ではロックにしてみましょうか。はい、氷入れていきます。ロックにするとどのウイスキーでも割と甘さが抑えられがちなので、この甘さが抑えられた時にどんな味わいになるのか楽しみですね。カクテルに使うってのは分かる気がします。ものすごい甘いですね。コーラとかで割ったら美味しいかもしれません。はい、ではブラックベルベットロック乾杯。甘い甘い、とろみがちょっとなくなってはなくなったんですけど、甘い、なんだこれは。かき氷の最後こう底にですね、溶けてシロップと混ざった液体あるじゃないですか、あれを飲んだ時みたいな感じ。
甘。さっきの苦味が取れて甘みが増してる。いや不思議、なんだろうこれ、甘い甘いしか言わないですけど、何の甘さって言われると砂糖の甘さ、蜂蜜とか、バニラとかそういうことではなく砂糖の甘さがしますね。ちょっと飲みすぎたら気持ち悪くなりそうです。さあこれが爽やかなハイボールになったら、これは楽しみじゃないですか。やっていきましょう。それでは最後ハイボールでいただきます。さあこの甘い甘いウイスキーがハイボールにするとどう変化するのか楽しみです。よし、ではブラックベルベットカナディアンウイスキーハイボール初体験です。乾杯坊主。なんだ、ですね、残念なお知らせがあります。今度は甘みがどこかにいなくなってですね、さっきの苦味だけがこう後味に残る飲み物になってしまいました。あれ、ステアしてないかな、ごめんなさい、ちょっと混ざってないのかな。薄いのかなごめんなさい、ひどいありさまです。改めて乾杯坊主。いや味しないな、あれ困ったな。レビューがしたいのに味がしないというレビューになってしまいました。なんでしょう、水に練り飴を溶かして飲んでる。いやでもそんなに甘くないんですよね。甘さもないし風味もないんですよ。なんだこの飲み物は。一つ分かったのはストレートとロックとハイボールで味がガラッと変わるってことが分かりました。カクテルにいいかもしれませんね。なんかジンジャーエール入れてみたりとかコーラ入れてみるとコーラの味を邪魔しないというかそれじゃダメですよね。いやダメだ。でもベルベットのような滑らかな口当たりは少し感じました。はい、なんか申し訳ないです、今回はこんなレビューになっちゃいましたが、そうですね、特急だからと思って買ってみましたが、上飲酒になるかっていうとまたうちでも瓶の中で熟成されそうです。はい、はい、この辺で終わっておきましょう。ハイボーズではですね、たくさんのウイスキー飲んでみたりとか、くじ引いてみたりとか、こうやってくだらないレビューしてみたりとか、いろいろやっていますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんこの辺で、さようなら。